西洋海桜は、ヨーロッパ、北西アフリカ、西アジアに自生する桜属の植物であり、カジノサクランボの多くの品種が、この種に由来する。自生種の北限は、ブリーテン諸島、南限は、モロッコ、チュニジア、東限は、スウェーデン南部、ポーランド、ウクライナ、コーカサス、イラン北部である。ヒマラヤ西部にも隔離分布している。なお、英語のワイルドチェリーは、 野生の桜一いを刺すこともある。傭兵状の赤い突起は、加害の密船である。落葉樹であり、樹高は15から32メートルに達し、幹は直径1.5メートルになることもある。洋木は、長が優勢の傾向が強いため、幹はまっすぐと上に、枝は綺麗な円錐型になることが多い。木が成長してくると、木の上部は丸っぽく、 不規則な形状となる。樹皮の色は紫がかった茶色である。葉木にははっきりとした焦げ茶色の皮目がついており、成長とともに亀裂状となる。葉は葉脈が交互に規則正しく通っており、大きさは長さ7から1 4トル幅は4から7センチメートルである。葉の表側は艶があまりない緑色であり、細かい綿毛が生えている。 葉の周囲はギザギザであり、先は尖っている。傭兵は緑、または赤っぽい色で2から3.5センチメートル。2から5個の小さな蜜線がついている。葉のギザギザの先にも小さな赤い蜜線がついている。秋になると、オレンジ、ピンク、赤などに紅葉し、葉が落ちる。春になると、花と葉が同時に作られる。花は2つから6つが。 三望果樹の形になっている。それぞれの花は2から5センチメートルの家形の先についており、直径は2.5から3 5センチメートル5枚のほぼ白い花びら、黄色がかったおしべと脂肪からできている。死有同種であり、鉢などによって充分する。果実は直径2センチメートルの角果であり、改良品種でもっと大きなものもある。 実は夏に熟し、明るい赤か黒子色となる。実は、食べることができ、甘く、いくらか、修練作用がある。新鮮なものは、やや苦い。果肉の中には、長さ8から12ミリメートル、幅7から10ミリメートル、厚さ6から8ミリメートルの硬い種があり、平らな面の周囲には、溝がついている。種の殻を除くと、その中身は6から8ミリメートルである。 多くの鳥、動物が熟した実を食べ、果肉だけ消化して、種を排出する。ただし、汁やシメなどの鳥は、種の硬い殻をあって中身も食べてしまう。熟す前の実には、生産配当体が含まれるため、やや毒性がある。樹皮が傷つくと樹脂が出て、昆虫や黄身への感染を防いでいる。西洋ミザクラは議員及びジニアマザードの名でも知られて、いたが、 共に今では死語である。マザードは、比較的新しい語であり、自家受粉で作られた死から育てた、栽培品種を意味し、継ぎ木の苗として使われたものを意味した。英語、ワイルドチェリーの名称は、西洋ミザクラだけを指すわけではなく、野生の桜に対する一般名詞あるいは口語である。特に、ブラックチェリーを指すことが多い。18世紀、19世紀の植物学者は、 古代ローマの博物学者、プリニウスの記述を受けて、西洋海桜が西アジア原産と考えていた。しかしながら、今では、考古学的発見から、この考えは否定されている。西洋海桜の初期の分類は、やや混乱していた。スウェーデンの植物学者リンネは、当初西洋海桜が、スイスの学者がスパールボーアンが、 著書ピナックスシアトライボタニサイで述べているケラスス、ラサモサホルテンシスと同じものと考え、著書、植物の種の初版の中で、プルーネス8ケラスス、バリエーション、イオタエビウムとして扱っている。ところが2年後の著書フローラ数史家の中では、現在の学名プルーネスエビウムとして扱っている。プルーネスエビウムは、ラテン語で、鳥の桜を意味し、 リンネ自身によってデンマーク語、ドイツ語に訳されている。なお、英語で、バードチェリーは別の植物プルーネスパドスを意味する。同じ棒にできた一組の果実西洋ク桜は、数千年前から人類に食されていた。青銅器時代のイギリスなどのヨーロッパで種が発掘されている。例えば、 イタリアのガルダ湖南岸付近にあるデゼンツァーノやロナート付近で、青銅器時代の初期から、中期の高床式住居跡から見つかっている。年代は、放射性炭素年代測定から、紀元前2077年プラスマイナス10年、すなわち青銅器時代初期愛期と推定されている。この頃、この辺りの原生林がほぼ失われたことがわかっている。紀元前800年頃、 トルコで、ラんぼが栽培されており、ほどなく、ギリシャにも伝わっている。サクラんぼの栽培品種の先祖は、主に2つであり、西洋み桜はその一つである。もう一つは炭み桜であり、主に料理に使われる。他にもに3品種あるが、あまり使われない。日本の佐藤錦など、生殖される、サクラんぼのほとんどは、西洋み桜である。 西洋海桜は世界の気候が温暖な各地で栽培されており、栽培品種の数は非常に多い。栽培品種が野生化することもあり、カナダ南西部、日本、ニュージーランド、アメリカ合衆国北東部、北西部、南西部などにも広がっている。西洋海桜は観賞用としても育てられる。大きさがちょうど良いことから、公園や庭木として使われることも多い。 ヨーロッパでは、花弁が二重になったプリーな種が使われることが多い。多種の桜との交配種である、PX シュミティ、PX ファンタニージアナは大きく成長する。硬く赤みがかった木材は、千盤加工して、家具や楽器の材料としても使われる。樹皮を傷つけて得られる樹脂は、香料として、あるいはチューイングガムの代用に使われることがある。また、 種の核は医薬としても利用され、修練作用、咳止め、利尿薬にも使われる。緑色の染料を取ることもある。一世紀の古代ローマの博物学者プリニウスは、スモモトとサクランボを区別して分類している。プリニウスの著書には、すでに多くの栽培品種が記されており、現代でいうエプロニアナ、ルテーシャ、チャチリアーナなどと考えられている。プリニウスは、 味で分類しており、ドゥルキースから開けるまでに、ランク分けされている。プリニウスは、紀元前74年に、失政官のルクルースが、ミトリダテス6世と戦った際、イタリアには、桜がなかったと語っていたことに言及している。プリニウスによると、ルクルースは、国会南岸のポントスから桜を持ち帰り、その後120年間でイギリスを含むヨーロッパ中に、 広まったと説明している。一方、考古学の発掘により、青銅器時代やローマ時代のヨーロッパ各地の遺跡から桜の種が見つかっている。これらの調査の考察から、プリニウスの言う甘い品種は西洋み桜であった可能性が非常に高いと見られている。1882年、スイスの植物学者アルフォンス・ド・カンドルは西洋み桜の種が 紀元前1500から1100年の北イタリアのテラマーレ文化の遺跡やスイスの地層から見つかったと発表している。ドカンドルはプリニウスの研究について言及し、これは間違いである。古来学校ではこの説が繰り返し教えられているが、ルクールス以前にもイタリアに少なくとも上水桜があったことは、間違いなく食通がはるばるこれを探し求める必要がなかった。 ことは強調しておく。と述べている。ドカンドルは、ルクールスがコーカサスから持ち帰ったのは、西洋ミザクラの一栽培品種であったとの仮説を述べている。西洋ミザクラの栽培品種がどこで作られたのかは、まだはっきりしていない。現在の栽培品種と野生種とは、実の大きさが異なり、栽培品種は、直径2から3センチメートルにもなる。 なお、収穫数を増やすために、あえて身を大きくしない場合も多い。ありがとうございます。